はい、こんにちは、かけぶれです。ですね、今日はソリオの新型、MA37S 借りてまいりましたので、ちょっと内外装レビューですね、チェックさせてもらいたいと思います。2020年12月フルモデルチェンジいたしました。ソリオですね。これはハイブリッドです。ハイブリッド X やったから、ちょっとまたテロップの方にグレードを入れときます。すいません。ですね、フロントフェイスはキープコンセプトなんですけど、ヘッドライトはね、プロジェクター、リフレクターじゃなくてプロジェクターで、ここのアイラインにポジション LED がついてて、よく見ると、そうですね、ラグジュアリー感がかなりアップしている感じです。でね、ロアグリルもちょっと大きくて、冷却性能も上がっている感じでしょうか。こなし見たらかっこいいですね。で、ルーフトップは割に今そんなに高くは見えないんですけれども、僕と比較するとかなりちょっとでかくて、多分170はあると思うんですけど、こういう感じで。僕180やから多分170ぐらいまでルーフトップ高いと思います。あると思います。で、全長がね3メーター80未満ぐらいで、B セグメントサイズなんですけれども、パッソとかとその辺と、クラス B セグメントサイズですよね、同じなんですけれども、でかく見えます。むっちゃ先代よりも8センチ、あれかな、全長が長くなってるんですけど、前のオーバーハンクは短くて、後ろのオーバーハンクはちょっと、後ろが延長されたんか。で、荷室がね、10センチ大きくなってるって、言ってました。後ろから見てもちょっとあれですよね、かっこいいですよね。トランクリッドのガーニッシュがメッキで、かっこいいです。で、ルーフスポイラーがね、なかなかでかくて、これね、なかなかダブルルーフスポイラー風になってて、ここ、そうですね、エアが流れて、ここの気圧下がって、ダウンフォース、こう、ちゃんと発生するように設計されてる、ちゃんとした設計されている感じです。で、今流行りの、ちょっと、こう、ピラーに沿った、コンビネーションランプ、テールレンズで、L 字型のポジションランプとブレーキランプですね。で、ウインカーが電球です。バックランプ。リフレクターが。このリフレクターあんまり嫌味じゃないですよね。いい感じです。じゃあ、中身見てまいりましょう。中身もね、インテリアもね、よくできてるんですよ。ほら。前乗ったガソリングレードも、こんな感じで、安物、ちゃうわ、安物って言うたら、おかしいですね、怒られますね。ちゃんとした、手の込んだ高級感のある作りで、インストルメントパネルは多分、新しい設計ですよね。レイアウトがしっかりしてます。で、ナビがね、めっちゃでかいんですよ。ちょっとエンジンかけてみましょうか。ええ感じ。なんかセルが、なんかめっちゃやる気のある、キュキューンっていう感じですよね。でかいわ。お、なんでこれ、映ってる。なんでやろ。お、すげえ。アラウンドビューモニターでしたよね。でね、リバースランプちょっと入れてみましょうか。結構ね、反応早いですよ。はい。早いでしょ。で、アラウンドビューモニターですよね。これはいいですね。車庫入れの時も安心してできると思います。いい感じ。で、なんしね、広いんすよ、むっちゃ。で、ウォークスルーでしょ？フロアスルーのウォークスルーで、後ろにそのまま行けたりします。よいしょ。めちゃくちゃ広いです。あれ、見えへんかな？それから、電動スライドドアですね。あ、なんか暗いな、思ったら、このフィルムがあったのか。これは、純正でついてんのかな？わからないです。なんしね、広いです。で、乗り降りはめちゃくちゃしやすいですね。
ほら。ここのピラーレスやったらなおいいんですけど、そういうわけにいかないですね。ちょっとでかいから。もう、これは、ほぼミニバンですやん。めっちゃでかい。これは、4人乗り ?5 人乗りかな。まあ、なんしね、ほぼミニバンですね。でかいです。あれ?あ、どこにスイッチあんねや。あ、こっちか。あ、ラゲッジスペース、でかくなってる。ほら、めっちゃ広い。かろうじてね、僕座れると思いますわ。ちょっと、靴のまますみません。かろうじて、人一人入れるみたいな。広い、広くなってる。はぁ、これは、新型ソリはようできてるなぁ。あと、これが、オートトランクリットやったらなお言うことないですけどね。むっちゃ広いでしょう。ほんま広いです。運転したらね、ミニバンと錯覚するぐらい広いです。ほんまに。両側スライドドアでしょ、これ。挟み込みテストやってみましょうか。挟まれ屋っていう人今いるみたいですね。うん、痛くない。全然痛くない。足挟んでみましょうか。全然痛くなかった。全然痛くない。よくできてますね。挟み込み防止も。これはあれやな。買いやな。ただ燃費がね、さっき出てたんですけど、16.2 って、あんまり良くない感じかな。ハイブリッドやったら20ぐらいはせめて、点2やから20ぐらいは行ってほしいんですけどね。まあ、どうなんやろ、その辺は。でも、まあ、マイルドハイブリッドやと思って割り切ったら、まあまあ、あれですよ。ありなんかな。スモークも濃い感じで。ほう。スライドドア、スライドドアだけ見てたら、ほんまミニバンですよね。イージークローザーでしょ?イージークローザー言わないんか。はぁ、あ。ようできてるわ。で、スモークも濃いし、これは中フィルムなんか貼ってるみたいな感じで、ルーフスポイラーもいい感じで、なかなかよくできてます。ちょっとヘッドライト類見てみましょう。かっこよかったでしょ。あ、これはオート、あ、オートか。うん。よいしょ。LED。ええ感じや。ほら、綺麗でしょ。ターンランプは、まあ、電球、リフレクターなんですけれども、それ以外は、全部 LED ですよね。暑くないから多分 LED だと思うんですけど。うん、LED ですね。多分 LED です。もう6000ケルビンで、白い、むっちゃ白い、むちゃくちゃ白いですね。これはありやな。もう次車これでええかなみたいな綺麗なブツブツ LED じゃなくてライン状の LED になっててめっちゃ綺麗です。以上、新型ソリオ MA37S ですね、内外装レビューやらせていただきました。と何か参考になれば幸いです。とりあえず広いです。むちゃくちゃ運転もしやすいしいい車です。それでは簡単なんですけれども、失礼させていただきたいと思います。